さあ始まりました、学年末テスト。今回は解説として校長先生をお呼びしております。暇だったんで来ちゃいました。前回学年トップの成績を収めたドズル君、ここまで順調にペンを走らせています。あのシャーペンかっこいいですね。どこで買ったんだろう。そしてその後ろの席のオンリー君は寝ています。ただ問題は全て解き終わっている。寝違えないことを祈るばかりですね。あっと、なんとその隣の席のオラフ君がチラチラと回答を見ています。これは見事なカンニングですね。前世紀の彼を彷彿とさせるような技です。それでは今のカンニングシーンをリプレイで見てみましょう。一旦上を向いて考えているように見せかけて、このハットトリック、とても滑らかな切り替え、素晴らしいです。なんとその隙に大原蓮くんがオラフくんの回答を覗いている。彼オフェンスは上手いんですけど、ディフェンスはいまいちなんですよね。いや早く注意してください。ごめんなさい。